こんにちは、サテンイチボードのヒューです。今回もね、ハードオフで買ってきたものを紹介したいんですけど、また、修理をしようと思って買いました。ぶっちゃけ修理が成功すると予想して買ったんじゃなくて、ただ修理をしてみたいな、そういう練習をしたいなということで買いました。はい、プレステ3と一緒ですね。まあそっちはちょっと値段が張るんで本当に直したいんですけど、こっちはちょっと明らかに直なそうなのも入ってるんですよ。それがね、この3つになるんですけど、まあ1つずつ紹介しましょう。まずはこちらですかね。はい、まあね、カシオの、カセットプレイヤーですね。はい。オーディオリーバースとか書いてあるんだもんね。カシバース。まあ、これなんですけど、これは3つ買った中で唯一電池を入れたら、なんか動く気配がありました。なんか物音がしました、中から。まあ回ったりはね、しなくて全く動かないんですけど、なんか物音はした感じがしました。あと、なんか重さと状態からして、こいつだけは生き返らせられるんじゃないかなと自負しております。2つ目。これはね、デザインがすごく気に入ったんだけど、さっきの値段見えたと思うけど、一応言うね。324円です。500円だったら絶対買わないんですけど、300円だったんで今回は全部買いました。はい。こちらもカセットプレイヤーですね。これはね、よく知らないメーカーで、こちらですね、ユーホジン東京ジャパン。まあ、日本の企業なんだと思うんですけど、ユーホジンっていうのところが出してる、なかなかおしゃれなクリアですね。昔クリアって流行って、こういうゲームボーイとかでもクリア出たじゃん。そういう結構クリアが流行ってたんですよ。中の機械丸見えみたいなのが流行ってた時期あって、昔。それは俺もかすかに覚えてるんですけど、ちっちゃい時だったけど。はい、これはね、電池入れて押しても全く動かなかった。今は入れてないけどね、電池。これも電池入れてもこんな感じ。うん。でした。なんでこれもちょっとね、ゴムベルトが見えるから、ゴムベルトは大丈夫そうな感じあるけど、なんか通電しないっていうやばそうな感じですね。まあ、皆さんもね、直し方とかね、いろいろ、なんかすげえアドバイスも欲してるんで、お願いします。ラストはもう見るからに動かなそうな、もう、普通だったら買わないようなゴミなんですけど、まあ、ソニーのウォークマンということで300円だったので、まあ、分解して、ちょっと、まあ、なんだろうな、分解とかするのにも時間かかるじゃん。その分の時間遊びと考えれば300円でも安いかなと思ったので、買いました。ちょっと最近ね、プラモデルを前作るのにすごいハマってた時期があって、なぜかハマってて、で、今は全くハマってないんだけど、それは。それと同じような感じで、自分の中でこういう経験を直すことのブームが来てるんで、はい、またゴミを買ってきてしまいましたっていう形ですね。それを直して、はい、使えるようにして、うん。まあ、友達にあげてもいいし、なんか親戚とかにあげてもいいし、うん。もしくは、ネットで、まあ、フリマアプリで売るっていうのもな、でも、これ直したやつって売るのね、なんか不具合とかあったら嫌だから、うん。一応ね、こいつだけは、さっきの2つは炭酸乾電池で動くんですけど、これはね、ガム電池なんですよ。ガム電池は俺、この前買ってあって、はい、こちらね、これでいいんかわかんないけど、充電式のガム電池を買ったのは、充電器付きで、1000円ちょっとで Amazon で買いました。はい、今回はこの3つを買いましたね。まあ、今回はゴムベルトの問題じゃなさそうなので、ちょっと修理は大変かなと思うんですけど、はい、ちょっと頑張りたいと思います。ただね、問題があって、まだほら、これとか、これ100円で買ったやつとか、昔買ったビウォークマンとかさ、もう、あとここ上にもあるんだけど、こういうのとか、もう大量にあるんだよ、カセットプレイヤーが。だから、ちょっと全部直す、まだ、直せたのが2個ぐらいしか直せてなくて、ほんとゴムベルトがなんかダメになってたのを直すぐらいしかできてなくて、しかもそれも輪ゴムで代用したから音がなんかすげえ遅かったりみたいな感じなので、ちょっと、はい。頑張らないといけないなと思います。はい。最近ね、ハードオフに行って買い物はするんですけど、買ったものを一切使わないっていう状態なんで、使う時間が持ててないっていう、ちょっと僕のミスなんですけど。はい。なのでね、ちょっと、まずはこいつあたりから直していきたいと思います。分解して、それもできたら動画に出したいと思うんで、よろしくお願いします。以上、サテンイチボードのヒカリでした。Twitter 見てね、みんな。よろしく。